セミトレーリングアームセミトレーリングアーム式サスペンションとは自動車の独立喧嘩方式の一つでスイングアームが車軸の前方に配置されスイングアームのピボット軸が車両の進行方向に対して斜めに配置された形式である車軸をスイングアームで位置決めしたスイングアーム式サスペンションの一種として扱われ車体に2点で回転可能に指示されるスイングアームは 回転軸が車体中央に向かうほど後退水平方向が車体中央側を若干高くするよう角度がつけられている。これにより、旋回時に外輪のサスペンションが縮んだ際には、キャンバー角がネガティブ方向に、等がイン方向に変化する設定が可能となった。こうしたジオメトリ変化を利用して操縦安定性を高くできることから、 FR レイアウトの車種にリアサスペンションとして広く採用された。スイングアームの回転軸が進行方向に対して斜めに取り付けられている方式にはダイアゴナルリンクを用いたスイングアクスル式もあるが、この方式のスイングアーム回転軸は車両を進行方向に対して45度の交代角を持っている。 セミトレーリングアームはこれよりも少ない角度として、旋回時の操縦安定性を改善している。一方、スイングアームが指示される点は、車軸よりも前方にあることから、旋回時の遠心力による横方向の荷重や、制動時などによる後方への荷重が、車輪にかかると、スイングアームを車両中央方向へ回転させる力のモーメントが、発生する。 スイングアームの軸は、エラストマーなどの弾力性を持った材質を介して支持されているため、スイングアームの角度が変化して、車輪の塔はアウト方向に変化する。これによって、車体のステアリング特性はオーバーステア気味になり、操縦安定性は悪化する。こうした応答を改善するために、セミトレーリングアーム式には、頭コントロールリンクと呼ばれる。 トーアウト傾向を発生させる荷重を受け止めるためのリンクを追加した方式も現れた。これによってトーアウト傾向をある程度は抑えることはできたが構造上問題を完全に避けることができないため等方式をベースにリンクを追加した形式のマルチリンク式サスペンションへと取って代わられた。セミトレーリングアーム式は BMW が開発し固定車軸式に変わり 1960年代から1980年代後半までの比較的高出力者に多用された。日本で最初の採用は1967年8月に発売された510型ブルーバードに搭載され、その後 GC10 型スカイライン 2000GT に採用されたものの当時としては上位グレードのみの採用が多かった。日本では 日産自動車が多く採用していたが、トヨタ自動車でも、マーク2やセリカ、カリーナ、ソアラなどの一部の車種で採用されていた。軽自動車では、ダイハツムーブ、ミラ、オプティ、スバル、サンバー、レックス R-2 で採用例がある。AB-11 から3から1、自動車サスペンションシステム、独立喧嘩式、スイングアーム式、特許庁、 ピアニッシモ12011年8月23日閲覧 ABC11 から3から1自動車サスペンションシステム独立喧嘩式スイングアーム式特許庁ピアニッシモ42011年8月23日閲覧 ABCD11 から3から1自動車サスペンションシステム独立喧嘩式スイングアーム式特許庁 ピアニッシモ六62011年8月23日閲覧ありがとうございます。